それでは第3試合の準備が整ったようです。それでは続きまして第3試合の選手をご紹介しましょう。清純派黒魔術師菅原ひろえ、麻雀歴は14年、各タイトルを、いくつも取ってきているこの菅原、今回プロトーナメント初出場となりますが、皆様ぜひご注目いただきたいと思います。さあただいま席に着きました。100万石の原石ホンディ32歳石川県出身です。麻雀歴は14年、運はある方です。リーチ多用していきます。馬強重視で打っていきますよというホンディです。さあそして暴走サウスポー高鳴、年齢は39歳の大阪府出身、なんと交流レベルは979の猛者中の猛者です。さあ以上の3選手によってこれより第3試合が行われます。さあ各選手が、対局の準備に取り掛かっております。準々決勝は早くも、第3試合を迎えております。さあ勝又さん、はい、勝又さん注目の高鳴選手、はい、アーケード交流レベル979、とんでもないですね。これとんでもないですよね。とんでもないです。はい、はい、SP の応募数も340と非常にこのネットマージャンの猛者という感じがしますよね、はい、あとですね、はい、まあ、休日などにマージャンをされるとき、はい、こう練習していくときに、多い日は12時間打つ日もあるっていうふうにおっしゃってましたよね。なるほど。やっぱりね、はい、この今日の大切な試合に備えて、こうびっしりと、ね、練習してきたと思いますから、はい、そういったところが、ね、すごく期待ですよね。なんかこの第1回のプロトーナメントには、はい、高鳴さん の,、はい、のツイッターのフォロワーさんがかなり出場されてたということ で, そ, うなんです、ね、そのあたりにこう刺激されて、よし俺も一肌脱ぐかと、はい、いったところで満を持しての登場なのかもしれませんね。そうですね、はい、さあ非常に注目の高鳴選手、そしてあ、はい、さあ出ましたね、視聴者の方々の、予想状況の結果、第3試合こちらとなっております。7番菅原ひろえ選手が 47%、 そして8番ホンディ選手が 29%、 9番高鳴選手 24% となっております。菅原ひろえ選手が 47%、まあ、大体半分くらいの選手が、失礼しましたの方々が、予想されているということになります。菅原さんがここでトップ取ると僕はチャンス1ゲットですから。なるほど、はい、じゃあここはぜひ勝っていただきたいですね、うん、そうなっちゃいますねそう、あの、はいはい、市場で申し訳ないんですが、はい、個人的な話ですとそうなっちゃいますかね。注目していきたいです。やっぱりこの自身の運量を、こうスペックとしてね、はい、評価してるんですが、もう限りなく爆運に近いところに、うんうん、ありますので、このあたりもね私は注目していますね。そしてね、はい、ホンディ選手だってね、はい、馬強重視っていうところに寄ってるんですよ、うん、はい、僕ね馬強重視のお家ってすごく好きなんでね。なるほど、楽しみにしてます。ちなみに高鳴選手も馬強重視、そうですよね、はい、はい、このあたりのところ、はい、ぜひですね皆様ご注目いただければと思います。注目ポイントになっております。それでは選手の皆さんの準備が整ったようですので、まもなく対局開始となります。さあ始まりました e マージャンマージャンファイトクラブプロトーナメント第2回大会準々決勝第3試合です。本局あなたが親です。まずは並びを紹介してまいりましょう。トンチャに菅原、ナンチャに高鳴、
シャーチャにホンディの並びとなっております。トンの一曲ドラは急走です。もう進んでますね。かなり7巡目まで来てます。一気に進みましたね、はいはい、さあそして和馬さん、すいませんもう7巡目になってるんですが、うん、ちょっと手配の方のご説明いただいてよろしいでしょうか。親のね、はい、菅原選手がドラの急走統一に赤ウソがあって、はい、チートイツイーシャンテンですが、スーアンコウのリャンシャンテンという見方もできますよね。なるほど、はい、なんちゃの高鳴さんいかがですか。本一のリャンシャンテンですね、はい、まあ、本一チートイツが狙いになってきますか。さあそしてシャーチャのホンディもかなりいい手ですよね。そうですね。さあ菅原選手がここでウソを切って、はい、ホンディ選手はこのウソをポンすると数層の肩上がり。あ、数層。いやでもこれはね、ウソが4枚見えていて、はい、4と7どっちを切るか、チーピン打っとく手もありますね。あ、チーピンになりましたね、はい、カンパー層の受け入れがあります。さあ、まずはホンディがウソのポンをしていい数層待ち。これは数層であれば上がれます。いい層では役がないため上がれません、はい、手の中には赤牌が3枚です。そしてなんちゃの、高鳴るですがまだもう一声といったところか。菅原にウッパーピンなど、これは9ピンの統一落としをしてウッパスをウッパーピンに受けたいんですが、はい、ウーソーが、はい、自分で切ってポンされてるんですよね。フリテンでとなるとローソーつもぎりが有力になってくるっていうところです、うん、はい、やっぱり注目はウッパーピン入った時にどういう選択をするかですよね。急走現物なんですよ、はい、僕はねチーピン打ってシャンポン、チーソー、ごめんなさい、チーソー打ってシャンポンにしたいですけど、はい、急走打つでも有力ですよね。来ましたよこの選択。どうなる菅原、いきなり大事だ。数走は8000の補充、それ以外は通ってる位置。何を切る、チーソーで通してきた。急走9ピンですね。急走ない、9ピン1枚、はい、そして数走が3枚あります。まだ、はい、おっとやっぱりね、はい、このホンディさんが食いたんっぽいじゃないですか、はい、クイタンっぽいです、はい、となると急走や急ピンっていうのは、はい、あ、持ってないなって思いますよね。そうですね、はい、だから狙いたいんですよ。さあどういうイーシャンテに受けるか。トーンを切ればチートイツのイーシャンテ、ペイがね1枚も切られていないので、ちょっとね高鳴さん、高鳴選手的にペイ打ちにくかったでしょうね、はい、いやもしかしたらトーン、トーンになるかも。チーソー通ってますね。あ、チーソー現物、うん、数層3枚ある。枚数は圧倒的にホンディ1対3。このリャンピンが打ちづらいと。いやでも勝負だ、はい、9ピンだ。打たないですかね。これはでも筋ですよ、1枚切れてる筋。いやでも手にね、もう上がりが見込めないから手堅く降りる手もあるし、はい、まあでもこれ、ね、上がった9ピンだ。菅原の黒魔術いきなり発動、はい、高鳴る。これはしっかり降りる手もありましたが、ギリギリの上がりを見ましたか。そうですね、はい、ドラが重なったりしたら高打点なんで勝負かけましたね、いやテレビ対局でもいくつものタイトルを保持しているこの菅原、まずは一発決めてきました。リーチ、リーチドラさん、ドラ赤、はい、1万2000点の上がりです。いきなりの表。さあトンの一曲一本場です。菅原の手には赤ウソがあってメンツが一つ、まあ悪くはないか。さあ追いかける立場となったのが高鳴るは3ピンアンコ、そしてチャンスが奪われたのがホンディです。3層これも悪くないぞ。そうですね、はい、両面両面両冠の両シャンテンですね。まだまだ加点を狙っていくでしょう、はい、当然高鳴選手はそうですね、はい、しかもこんなんドラですからね。ドラですね、ハネマンが狙えますよ。もう今日は何度6000オールといえばいいんだ、はい、我々は。そしてホンディ選手が今、はい、2、3、3っていう層図からリャンソー打ったんですよね、ええ、これはね、イースー層の受け入れを拒否していることになるじゃないですか、はい、本一を狙おうっていうことじゃないですかね。今、ま、初を先に切ったらもう足りたっていうことですか。いや、といっといっと両天秤、まあ、本一がメインなんですよ、はい、メインなんだけど先に3層から来たらといっといこうっていうことですね、はい、さあその3層は菅原に来ました。想像の形が良くなってきます。いや来てる来てる、高鳴選手がめちゃくちゃ手広いシャンテン。そうですね、これはかなり、これ何は当然ポンですからね。そうですね、ポンしていきたいです。これ受け方はまあ何が入る、これどうします。ウーピンを切るのが最も手広いです、はい、ただイーペイコーの可能性とかを残すならリャンピンつもぎりもあります。うん、ここはウーピン目いっぱいいく、はい、ドラドラ赤赤のこれはやり返したいぞ。高おっとこれはリャンパーソンに、いやでもチートイツイーシャンテンっていう風に見ることができますね。9ピン切ります。ウーソーでは転敗しない、うん、これはつもぎりたい。
あ、なるほど。ピンズ待ちがいいと見れば先に3ピン打っておく手とかもありますね。想像も厚く構え、厚く構えてピンズはもう勝負と。さあどうなるかな。チートイツを狙うならこの1枚ゲルのチュンっていうのはすごく狙いやすいパイです。うーん、ウーソーガバには2枚切られていました、うん。さあこれで、これはね三層切って本一いきますよね、はい。さあ菅原これでメンツェの一射点、これでチーピンウーピンと打っていくと、はい、ヤンウーソーとウッパスソーのイーシャンテン、高め両平行っていう手になります。はい、パーソーがこれで場に2枚目ウーソーもすでに2枚、両層も1枚打たれています。どっちかが安全か。あ、これパーソー残っちゃったよ。これね、両ウーパーソー待ちでテンパイですね。パーソー残っちゃいましたよ勝俣さん。ホンディの手にパーソー残ってる。でもホンディさんは大して高くないから降りるかも。何で降りますか。チーピン、ローピンもきついから、ローピンとパーソー2つ押すのはきついと見ればチーピンですよね。いや、いいパーソー出てもおかしくないじゃないですか。どうですかね。トンも通りそうですね。いい数ピンもきついし、あ、まあ、トン切る手もありますか。チーピンだ、うん。いや、来た来た来た。うわ、すごいよ。これは赤ウーピン切ると手堅いけど、そんなに俺は穏やかじゃないぜ、うん、返してくれさ、穏やか、うんうん。ドラがね、自分であんこなんで、はい、もう赤ウーピン一つ切っても打点十分っていうことですよね。さあどうですか、スッチストは2山2山ですか。リャンウーパーソーはパーソーが1、うん、ウーソーが0、うん、リャンソーが2、じゃあ3対2、どっちも高いっすよ。いや、もう打点は高ならだ、間違いない。いやでもね、菅原選手もリャンソーだ、リーチピンフイーペーコー絶対、そうですね、絶対、まあ、あのウーソーがないならばつくんで、リーチピンフイーペーコー赤12000、これは高なる2曲連続大物って痛いですね。11600、あ、すみません、ね、11600、はい、1本場は12200点です。いやー、2曲連続高なる選手から菅原選手への補充と。はい、あれ勝利者予想近づいてきてないか。いや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 、まだ何も終わってない、何も終わってない。この1曲でこの点差、はい、何ですか、4人麻雀で例えると、はい、トーン1局に5800上がったぐらいだと思ってください、うん、全然まだダメだ、うん、先長いですね、うん。しかも今回は特別ルールとして飛びがありませんからね、はい、はい。さあ、トーンの1局日本馬菅原の手がパー、一面ですね。しかも、はい、高なる選手の交流レベル考えてくださいよ、はい。ここまで来るのに、うん、何度この逆境を乗り越えてきたと思ってるんですか。なるほど、もうこれぐらいはお手の物だと、ひょいひょいひょいと超えてくるか、うん。さあ、ホンディどうしますか。酸素切りましたね。まあ、樹風のシャーと薬杯の箱を生かして上がっていきたいですよね、ポンしていきたい、うん。ただその後本一まで行くのか、まあ、これでね、薬杯ドライチで、はい、一旦菅原選手の連チャンを止めて、うん、これと2局以降に勝負ってするのが自然ですよね。シャー泣きませんでしたよ、2枚目ですよ、2枚目。そうか、高い手一気に狙いに行ったんですね。ほー、まあ、安定感があるのはもちろんポンですよね。だけどここは一半チャン勝負、はい、トップしか準決勝に行けないっていうことで、勝負をかけましたね。2000点でかわしている場合じゃなくて、うん、しっかり2000、3900とかのクラスを作っていきたいと、うん、2000、4000か、2000、4000クラスを使っていきたい。3900ホールね、失礼しました、3900ホール。さあ、ホンディその願い叶うか。さあ、なんちゃでまた難が重なりますが、はい、場に1枚切れ。高なる選手は赤ウーピンとドラのウーソーを持ってますから、はい、しかもね、こういう手のいいとこは、例えば何ポンしてテンパイ取るじゃないですか、はい、その後にまだね、こう赤ウーピンも赤ウーソーも使えるんですよ、はいはいはい、うん、だそれがいいですよね、泣きやすい。赤ウーピンと赤ウーソーは2枚ずつ、あ、狙い通り。これ白で上がったらお見事ですね。いや、リーチで上がったら、あ、いやでもこれは一旦受けに回りますよね、菅原選手は。まずは現物のトーン、いや、このローピンも嬉しいとこ、スッチソーは通ってない。うーん、一旦9万9万って打つか、あ、なん、いや、これね、何から切るっていうのは、はい、もう徹底的な守備ですよ。おー、
後の9万切りたいですね、うん、いや9万をローンされることを警戒してるんですよ、自分の役配よりもね、うんうん、だからこれは親まで耐えようっていう感じじゃないですかね、まあ、今はもうないということで何人は9万にはなりましたが、はい、さあ白に役、これを見事だな、いやこれはすごい、しかもこれはね4000オールですよ最低でも、はい、シャー統一ですからね、はい、リーチっつも役配ドライチ4000は4600オールですね、はい、はい、いやこのホンディのシャーポンテントラズはから満貫に仕上げたのはね見事ですよ、そのおかげでね一気にねもう1万点ちょっとの差まで詰め寄りましたから、はい、いやこれは、ね、参考になりますね、いや勝又さん、はい、ホンディさんの意気込み、はい、普段とは違い一着以外意味がないので、はい、ブンブン振り回して優勝します、いやまさにその言葉を体現しましたよ ね、シャーポンテントラズはとはいえ、はい、あれですよ菅原選手がリアウパーソーでリーチって時のパーソーはきっちり止めてるから、はい、振り回すだけではないと、なるほどね、バットは長いけど選球眼いいぞと、うん、そういう感じですね、コースはしっかり見極めていこうということか、ホンディ、さあ、トンの2曲です、親は高鳴るに変わっています、対して高鳴るとしてはこの2回の親番でどこまで復活できるか、まずは1回目ドラは9万統一です、高鳴る悪くないですよね、2面つできていてジャントがドラ、そうですね、打点はね見込めるので、2面以上の形でリーチっていきたいです、はい、さあこちらが菅原ソーズ2メンツ、菅原選手ねトップ目なんですけど、はい、これぐらいのリードは全くもって足りないってことがもうね分かったじゃないですか、もう1万点差ですもんね、はい、すでに、はい、なのでね あんまり点差をトップ目っていうのを意識しないで、しっかりとね加点していきたいですよね、うん、でもこの辺は一色狙い、あ一色の方か、うん、なるほど、ちょっととホンディ選手は形が苦しいから守備的ですね、はい、これで一色を見切って、ドラから1丁ありますか、でもまあチーピン打ってる人は自敗から行くのかなっていう気がします、さあこちらも高鳴る想像が伸びてきました、いや自敗を切っていきます、さあホンディ選手がトーンをどうするか、出たらですね、うん、さあこれでさらに、管理屋さんの受け入れもできました、菅原さっきのシャーを泣かなかったホンディ、はい、おわすごい伸びるトンになるか、それともいや9万と今考えてますね、はい、言いそうっていう手もあります、トンになった、はい、これはトンしましたね、仕掛けていく、ちょっとね形は苦しいんですけど、はい、もう積極的にね上がりを取りいきましたね、前局、はい、シャーをポンしたらイースーピンで2000点だったじゃないですか、今局はトンポンしても、まだ3シャン点なんですよ、今2シャン点になりましたけど、なんでポン点を取らないのに、はい、ポンして2シャン点の手は泣くのかっていうと、うん、今回の手は満貫級が狙えたわけですよ、本ロートをトイトイっていうね、はいはいはい、なのでホンディさんの思考の中に、うん、2000点はもったいないから泣きたくないけど、はい、満貫級ならば泣いて高い手を上がろうっていう、このあたりにバランスがあるのかなっていう気がします、なるほど、で、まあ、今回はね、はい、ペンチーソーが入ってしまって、うん、やむなくかわし手にしたっていうところでしょうね、これかわされていたいのは高鳴さんなんですけど、で高鳴さんの点だけダメだな、でも切るな、リャンピンとイースチーソーですもんね、いやでもねイーピン3ピン切る手もありますよ、3ピン数ピン9ピンポンされてますからね、でもね数ピン現物でね3ピン筋、はい、いやこれは相手の待ちが変わることを願うしかないか、確かに初ならチーピンになっちゃうかな、チーピンになっちゃいますねこれ、うん、しょうがないですね、思えない、思えない、うん、いやこれはホンディの仕掛けがまた吉でも決まる、役配1000点の上がりではありますが、これは高鳴る痛い、いや高鳴る選手にとっては痛いけど、はい、ホンディ選手がね、ええ、なんか変幻自在というか、うん、高打点を見てスルーもすれば、はい、打点を見た仕掛けからかわし手に移行するだとか、はい、いろんな、ね、こう技を見せてくれてますよね、うん、ホンディ選手の憧れの麻雀師、はい、佐々木久人、魚谷優美と、はい、まあ、どちらかというとこう攻撃の強い選手という感じですかね、はい、でもね
佐々木選手も、はい、大谷選手も、うん、泣いて高いって泣いて安くかわしてと、はい、いろんなパターンの攻撃ができるからね、うん、そうですね、ホンディ選手となんか打ち方似てるような感じがしますよね、うん、なるほど、うん、さあそのホンディの手いいんじゃないですか。めちゃくちゃいいです。3面ちゃんと2面のイーシャンテンで赤赤来るぞ来るぞ。高なる選手もね、高くなる材料はあるんで時間が欲しいっていうところですけどね、はい、いや菅原選手もドラドラじゃないですか。そうですね、しかもなんちゃですね。チュンのポンをしていったのが高鳴です。これ以上相手の攻撃はもう勘弁してほしい。いやでもこれはホンディ選手の手は止まらないですよ。菅原も止まらないですよね。菅原選手はねまだね止まる余地はある。ありますか、はい、来ましたよ、ウッパーピンだ。いやでもここはね菅原選手も勝負かな。いやこれ急走しかないですね。なんてことあります。いやなんは無理ですね。急走ですね。いやでもこれは通った。高鳴るの難が出てどうなるかですね。うわーこれはパーピンとかもあるの。ん、何打ちますかこれ。あの菅原急走、いやーウーピン打ってもおかしくない。ウーピン打ってもおかしくないですよね。赤ですしね。ウーピンだ、まっすぐ捉えるホンディ。まっすぐからまっすぐ行ったんですね。赤ウーピンですから、うん、裏ドラはありません。リーチ赤赤赤、12000点の上がりです。トップ目の菅原から直撃でもこれ逆転ですね。はい、ほら日吉さん5800程度なんですよ。トン一局のあの加点はなかなかチャンスはものにできないもんですね。全然、はい、ってことは逆に言うと、はい、追いかける側になってもまだまだですから、うん、やはり注目はちょっと苦しくなっている高鳴なのかもしれませんが、はい、佐藤の3曲1本馬親番はホンディ、あっという間にトップです。さあ菅原1メンツ赤ウソがあります。ホンディはメンツなし。続いての高鳴ですがローピンがあんこ、統一が全部で3組あります。ウソチーソーなんかじゃないですか。ウソチーソーなんもあんこです。光ってますよ、ローピンがキラキラと光り光りと回ってますね。ただね高鳴選手はシャーチャなので、はい、なんはね薬杯じゃないからスワンコ、はい、チートチーシャンテンですけど、はい、一応いやホンディ選手も2アンコですよ。2アンコ1統一、菅原だって2アンコ3、2統一ですよ。うわこれなんだこれ、全員があんこ系の手に、しかも持ち合ってない。ただね同じあんこ系の手ならば、はい、ドラいっぱい持ってるね高鳴選手が一番ね有利。はい、さらに統一できる。うわこれ誰かスワンコ上がるな。スワンコとスワンコのめくり合いとか起きるかもしれない。あこれ起きるかもしれないですね。いやでも菅原選手はねここ2面できた。いや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 いいシャンテンですよスワンコただ、はい、赤ウーピン引いたことによって、ホンディ選手はポンしてもねトイトイ赤赤で、しかもイーマンの街とかだったら絶対ポンしたいです ねロンで1万2000積もって9000オール。カズワさん来た3山うーわー、あウーピン2枚ないごめんなさいスーピン2枚。いや誰か上がりそうな気がしてるのよスーアンコ。これウーピン2枚、いや闇天でいきます。トイトイ3アンコ赤赤、スーピン2枚積もったら役満、親の役満だぞ。いやこれ積もったら大きすぎる。ただ菅原選手も後継イーシャンテン、スーピンでもしかもスーピン全員捨てる全員捨てる。あ来た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 、いやすごいすごい、これは来た。三層かパーソーか両面か、いやいやこれもパーソーでしょ。パーソー1枚、あの高野は負けてる。上がりやすくいくなら両層なんですよ。はい、効率は両層、はい、あでももう勝負だ、いった勝負、知らぬと安全のパーソー残しましたからね、安全、あ、チーソーポンテン、いやこれ取るかな、ポンテン取らない、もう意地だね。スーアンコ対スーアンコ来ました、はい、いやでも先にもうホンディが積もるかもしれない。スーピン、ローピンじゃない、ローピンじゃない、追いついてくれ。いやでもこれ、はい、高鳴選手3走先切って菅原選手がサブロスでテンパったら大ファインプレー。あースーピンだ、1万8000だ、これ筋だ、これは打っちゃう、こんなん全然無理、これは打ってしまう。またしても菅原からの1万8000、トイトイ三安公約約でっかい雷が落ちてきた。来ました、1万8000点の上がり。いやー2局で3万点ですよ。いやーこれはね、ダマ点にされたら止めれませんよ。致し方ないか、リーチでも止めらんないですもん。いやリーチでも止まらないでしょうね、うん、スーピンは。はい、
いやまずは菅原が高鳴るから大量の展望をもぎ取ったんですが、その展望はすべてホンディに流れていきました。ってことはまだホンディは緩めないですね、はい、緩めるはずがない、まだまだいけと、はい、さあ菅原の手も、いやでもメンツなし、いや高鳴る厳しい手が続く、これは悪すぎる。いやでもね、もうここまで来たら、はい、もう、うん、開き直って、はい、まあ、親番勝負だと、うん、なので親が来るまでは、丁寧に丁寧に、はい、行こうと、うん、まあ、でも今局はねちょっと手が悪かったんで、本一と国士の両天秤っていう進め方をしましたよね。なるほど。いや第1試合は派手な展開、第2試合は難波に入って派手な展開ですが、この第3試合はトンバからものすごい殴り合いになっています。来る、あ、これどうしますか、本一ですかそれとも国士ですか。いや国士見るんじゃないですか、点差で。あ、本一か。そう、こうなるとどうだ、ホンディがまた菅原選手はね、もうねチート打つ決め打ちの形ですね、うんうんうん、もうドラの急走を重ねて大物でいくぞと、はい、さあもうねホンディ選手は、はい、菅原選手と高鳴選手が、ちょっと手役を狙いながらの進行じゃないですか、こうなるとねもう一人ね悠々とこう、はい、後傾作ってリーチツモっていうのを狙っていけますから、うん、はい、もうね相手のね心を折るレベルで攻めていきたい、はい、さあホンディいけるか。ちなみに、はい、このぐらいの差は僕はまだ逆転経験あるんで、諦める必要は全くないぐらいの差です。菅原そして高鳴の立場から考えればっていうことですね、はい、うん、全然大丈夫。いいマン重ねまして、ドラタンキいきますか。いや見事いきますね、ドラ2枚山、よくここまで来ました菅原。好スタートもホンディに対して3万点献上、もう一度浮上するためにはこの手を積もっていきたいところ。さあホンディ選手はねここね、はい、攻めるべきです。お、はい、あー受けに回ったか、ウーピーが受けですね、はい、これね、はい、点数の、はい、お話なんですけど、はい、例えば8000補充すると、はい、1万6000点差縮むじゃないですか。縮みますね、はい、でツモのいい班が増えて、はい、ハネマンの6000オール積もられると、うん、1万8000縮むんですよ。ほう、意外と変わんないんですよ、ね、なるほど。っていうことは、はい、攻め得じゃないけど、まあね、でも1万2000補充したらね、うん、より6000点、はいはい、積もられた場合は1万8000だけど、はい、補充した場合は2万4000縮むと、でも言うて6000点しか変わんないじゃないですか、うん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 、だったら自分の上がりを追い求めて、はい、強く押していくっていう考え方はねあるんですよ。なるほど。でまた手の形もそんなに悪くなかったしっていうのも一つ大事ですかね。さあ急走まだ2枚山にありますよ。テンパですね、メンホンチートイだ、やばいよ急走。キューピンどっち、キューピン筋、メンホンチートイですよ勝間さん。どっちに受ける、どっちもある。急走切ると1万2000補充、キューピン切ると同じ全敗。いや考えてる。キューピンはローピン通ってるのでちょっと打ちやすいですよね。しかもね本一が3班でドラドラ、どっちだ。いやー天国と地獄、高鳴るは菅原に補充をするために来たわけじゃないだろう。この雷は裏ドラが乗ったって乗ってる、バイマンだ。今のはバイマンの雷でしたもん。バイマンのエフェクトリーチチートイドラドラーカウラウラ、菅原に対して展望を運んでくる男高鳴る。大阪から何しに来たんだ、このままじゃ帰れないぞ。さあ何の一曲、親は菅原、憎き菅原だ、高鳴る頑張れ。すごい手だ、いいシャンテンくっつき、しかもねドラのウーピンも使ってる。はい、一気通貫か数速付き、キューピンってきたら9000オール。そうですね勝間さん、はい、マジで分かんないですね。そうなんですって何度も言ってるじゃないですか、分かんないんですよ。これはテンパイ取りたくないですか、急走がいいですか。はい、数走切るよりね急走切ってテンパイ外して、うん、裏目のウーソーでもサブロ急走だったら OK っていう感じですよね。なるほど、ウーソーは振り点ですけど痛くないぜと。まあまあ3連チャンならば、うん、はい、もう1回積もれるかなっていうのもありますよね。さあ高鳴が2面積できてて、こっちあーいいシャンテンですね、2面2面
ドラのウーピンが1枚あります。もうこれはパーピン切って形決めていきます。はい、ペン3ピンが入ったのがホンディとしては、はい、まずこの菅原の親きっちりクリアしたいですね。きっちりクリアしたい。はい、ここを一つクリアすると、でもまだどうかな、残り2局で3万点。いや、3万点はセーフティーリードじゃないです。で、ないじゃないです、はい、いやでも落としたい。でもね、はい、ちょっと手がきつすぎますよね。きつい、落とすにはきつい。イーシャンテンだけど、ペン3層とカン3層のイーシャンテンなんで、まあ一応ね組みますけど、はい、わこれはイーピン短期でダマテンで変化待ちにしますか。さあ、赤ウーピンですね、ホンディ。はい、これはねリャンシャンテンに戻して、はい、一通を作りに行きましたよね。さあ、チーソー積もったところです。さあ、菅原選手初はフリテン。さあ、三層引いてメンツができましたね、ホンディです。これでイーシャンテンまで来ましたよ。さあどうする、うっぱっそうにはなった。ただこれ流局、はい、うわ流局したら親流れちゃうんで、はい、あの地震の町までねリーチ控えたいっていう考えが菅原選手にありそうですね。なるほど、ホンディは前順目いっぱいに受けず、それはフリテンの可能性があったから、はい、ここはウーピンのくっつきになっています。さあ菅原はイーピン単価の変化待ち。高成選手が手広くなりましたよ。イーピンからチーピンまで何引いてもテンパイ。6球層は振り点、これは無理。あ、スーピン引きましたね。3面ちゃんですよ。いきますか。いきますね。さあ、いったリーチだ。いいスーチーピン。菅原選手イーピンが、あー、リャンピン引けないと、ついに高成、あー、引くんかい。これは9ピンやばいよ。これはいっちゃうよ。いやでもリーチだから赤ウーピン大丈夫。イースーチーピン対サブロー9ピン。あれ9ピンゼロ、9ピンないのか。でも高鳴るはマジで本当に運び屋なんで、菅原へのロピン1、ロピン1しかない。3ピンも1。イースーチーピンは山ほどだ。1、2、3、4、5、5対3、6対3。ついに高鳴るがやり返す時が来たか。それとも E ピン減った。5対3。うわ、スレスレパーピン。イースーチーピン対サブロー9ピン。え、5対2じゃない。5対2、失礼しました。サブロー9ピンは2、ローピン1と3ピン1。5対2。ついに高鳴るの逆襲の時が来たか。うん、困ってるのか。4対2だね。4対2です。サブロー9ピンが2、2、イースーチーピンが4。流局したらホンディさんが一番嬉しい。流局はしない。3ピン引いた。裏だ。あ、これこれあれじゃないですか。裏乗った4、6000オール。裏乗った雷、はい、リーチツモピンフドラ裏。いやいや、わかんない、本当にわかんない。6000オール。なぜ高鳴る上がれない。悲しみの高春、高春じゃない、高鳴る。すいません、間違えました。さあ、何の一曲一本場。いやー、ホンディ選手もね、うかうかしてらんない点数になってきてますよ。これだってもう親が亡くなったって逆転されちゃう可能性十分ありますもんね。うんうんうん、そうですね。うわー、きついなー。いや、いいんですって、高鳴る選手も、はい、親はさっきのホンディ選手の親番みたいな連チャンしたら追いつくんですから。はい、でも悲しい。まあ、悲しいは悲しいけどね。悲しい。大阪からね、たくさんの声援届いてると思うんですよね。はい、いやー、チャンスじゃないですか、ホンディ選手。両面とシャンポンに受けるかどうか。あー、関して、関して三層カンドラ。さあ、ここで菅原との因縁に決着をつけるか。しかも菅原選手のペン三層がなくなる。払うよりない。あ、いやいや、引いた。赤嘘入ったぞ。さあ、これでイーシャンテンですね。初はどうします。残球ですね。カンドラもあるからリーチまで行きたいですね。はい。さあ、そしてホンディがイーシャンテン、ドラ4です。高鳴選手もイーシャンテン、手の中の3ピンもいるとドラ5。いや、これチートしちゃうとなるとスーパーピンとかスーソーとか一旦2枚切れですね。うん、一旦吐く。いやー、これ形決めいく。さあ、これどうしますか。
いやーローピン切っておいて一応見る手もありましたけどね、はい、3アンコを取りました。うーん、パーピンつも切り。いやー初ポンしたないないけどどうするんだろう。いやでもパーピン切ったっていうことはね、初ポンする可能性大きいですけど。重ねましたよパーピンね。両数層ぐらい打ちますか。でも親両ピンって手もあります。ドラ表示牌で、はい、危ない上に枚数が1枚少ないですからね。うん、数層まあでもチートイツ決め打ちですね。はい、安全度を見たい。これはまだ、いや、いいピン切るってありますよ。いいピン切っていけばね、日吉さん大好き数ワンコーまで変化の可能性ありますから。もう一丁数ピン引けばいいんですもんね、はいはいはい、山に2枚残ってる。いいピン、いやーこれ大事な一曲ですよ。ペイ初ションパイ、ナンもションパイ。じゃあ両ピンか。うーん、あ、ナン1枚いけるってことですか。すいません。お、おじゃないか。シャーはお高ぜ。シャーつもぎり、あ、決めた。ここでね、ホンディさんはスッチーピンを持ち続けるのは怖いっていうことですね。むむ、これでシャーですね。あー、これパーピン痛いね。いやでもね、ポジティブに考えればローピン引いたら3アンコなんで、このスーピンはでもない、うん、無理だこれは。あ、残した。あ、あの通ったってことか、親にスーピンが。そうですね。アドラだけども手広さは段違いですから3ピン勝負になりますか。初あります。初、初は関数ピン、スッチーピンのイーシャンテになるんですけど、スーピン2枚切れてるんでちょっと難しいですかね、はい、上がりが難しくなっちゃいますよね。さあ高鳴る大事な選択。いやでも考えてるな。いやね、まあドラなんでね。はい、あと初が狙すぎてちょっと信用ならないみたいなのもあるのか。うん、そうですね。でも菅原選手は親番なんでね、いざ、はい、もう最後の最後に粘って打ってくる可能性あるから。初になった。これ数ピンがない山に。ああ、すごい。どうします？ヤンピンですか？ヤンピンか初か。初だ。もうこれ見た目で言ってますね。いや、あの見た目はヤンピンと一緒なんで警戒します。警戒します。あ、なるほどなるほど。ドライオンですねやっぱり。きたー、すごダマだこれは。すご、いやもう出ないと見てリーチ。いっそリーチダマでも出ないと。うん、でもう流局したら親流れちゃうけど、はい、だいぶ差は縮まったから、うん、親番なくなってもなんとかなるでしょうと、うん、バイマンツモに3ピン1枚あるよ。積もって裏乗ったらバイマンですと。テンパイですね。関数ピンでもこれ順から。あ、これ数ピン出るないですか。現物のあるわこれ。イーソーマーク打ちますよね、まあ、リーチしたら数ピン止まっちゃうかもしれない。さすがに闇手に見えるけど、これペー通ってないですよね。どうします、リーチ考えてますかね。いや、これ両ピンか数ピンですよ。両ピンか数ピン、形キープで数ピンだ。数ピンだ。なんだ、何現物、何現物。いい層通る。いやこれ危ないぞ。ああ、うテンパイだ。いや、ローピン切ったらテンパイだけど、ローピンきついきついきつい。でも数ピン打つかもしれない。いや、両ピンかな。じゃあ、両ピンか。両ピンは形キープできる。あ、数ピンでも形キープできる。いや、これ数ピンもある。めっちゃ危ない。ホンディ、いやでもローピン切ってリーチもありますね。勝負、うん、勝負もある。ドラゴですからね自分。いやでもね、流局したいなこれ。もうここまで来たら、親流れます。じゃあスーピン、うん、次スーピンですよ。次スーピンです。あ、でもこれ3ピン切る、ある、ある。フリテンでも、いやでも積もれば3アンコ、ゴロチパフリテン。他のテンパイないですもんね。パーソー切るか3ピン切るか。いや、ウーピンもある。あ、ウーピンか。ウーピン切るもある。いやー3ピン、あそこまで初切ってまで残した3ピン。今打ったら菅原に渡しても1万2000高鳴る。もうやめてくれ、それ以上菅原に打つのは。いやだってこれさ、打っぱっそう怖い、危なすぎますよ。3ピンワンチャンスですよ。また打っちゃうのかよ高鳴る。しかも3ピン切るとね、振り点とはいえ4面ちゃん、はい、高め3アンコ。もう街に展望は残ってないんだよ。独り占めしないでくれ、みんなの展望だぞ。3ピン打ったら終わっちゃう。止まれ。え、でも3ピン切らない、何切る。パーソーです。いやでもローソー切って降りるとかか。パーソー切ってよ。ダメだー。ヒヨシさんが倒れてる。裏めくれましたよヒヨシさん、はい、裏裏またバイマン、またバイマン、はい、嘘やろ。逆転、菅原選手再逆転。
どういうことですか。ちょっとついていけないですもん。ちょっといろいろついていけない、はい、ちょっとリーチ、チートイ、ドラドラ、赤、おも、おも、うら、うらか、はい、2万4000点、はい、だってチートイの倍は2回打ってますよ、高成さん、菅原さんに、自分も上がりましょう。で逆転する。ちょっとわかんない、何が起こってるのかよくわかんなくなってきた。勝俣さん、はい、こんなことが起こるんですね。起こるんです。3人麻雀はまだわかんないですよ。こっから高成選手の逆転勝利だってあるある、あるから、はい、高成選手で、例えば勝ってる人、勝ってる、予想してる人ね、予想される方は、うんうん、一生懸命応援してください。そうですね、はい、高成選手はあの石川県の人なんですよ。あ、そうなんですね、はい、石川出身の方なので、はい、あのこの間石川行ったんですが、食べ物美味しいので、うん、あの心が清らかだと思いますよ。わかりませんけど、はい、めちゃくちゃ適当なことさあ菅原がもう高鳴から展望をめちゃくちゃ奪っています。まあ、勝負かけたリーチがね、はい、実りましたよ菅原選手は。そうですね、いや本当にここ一番の勝負どころかなりものにしてますよね。はいはい、でもまだね、もっとね勝負どころがこの後来ますから、はい、さあこれで高鳴がイーシャンテン、ハッツはドラなのか、うん、ここはイーソーを切ってハツを残します。高打点が欲しい、はい、さあイーソーがあんこになったのはボンディ、あ、ホンディ、もうこ、あー、ウソ、素晴らしいところ引く、一旦トン切って、はい、もう目一杯ですよね。やっぱね、菅原選手はまだ1万点しか差がないので、まだ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 ですよね、はい、だって自分が何点差逆転したんだって話ですから、うん、これは初今通りましたよ。イーピンから切る手もありますよね、はい、両ピン引いてもね、ウーピン短期か関数ピンになってしまうんで、まあね、はい、ローピン引きがとかね、はい、初引きが嬉しいですから。勝又さん、はい、高鳴さんの手に初が残ってます。残ってますね。これ数ピン引いたら初短期あります。いや、ここで初切りますよ、はい、これは初か、はい、はい、例えばリャンソン引いたらイースーチーソーで3面ちゃんだし、うん、あれサブローソースッチーピ ン, ーピン、あ、振り点だ。構うもんか、構うもんか、言ってやれよ高鳴、そろそろ石川県民の力を見せてくれ。行くでしょ菅原選手も。全部勝負ですか。ピンズくっついたらサブローソー、うわー来た、追っかけリーチだ。すでに追いかける立場のホンディのローソパス、パーソあ、ルーピン通るよ。ウーピン奇跡で通る。スッチーソーこれ行きたい、僕なら押したい。リャンピア通る、だって今日参拝ないもん。でローソパーソ順からで、たあの高鳴が振り点、うん、これ菅原しか上がらないじゃないですか。いやそんなことないですよ、だってサブロー、サブローソーが振り点だって山にあるから。サブローソー、ローソーゼロ、3ソーゼロ、チーピンが2、スーピンが一発。もう知らん高鳴どうした、浦さん、浦さん、どうして。これ風ですよ、これを風と呼ばない人はいない、うん、これを風と呼ばなくて何を風と呼ぶか。そうです、リーチ一発、ちょっと手がもうわからない。10万点、10万点、よしさん、あ、高鳴選手石川じゃないじゃないですか、やめて。ホンディさんが石川でした、はい、高鳴選手が大阪です、すいません、はい、どうなってるんですかこれ。いやいやいや、まだまだ諦めない、だって、はい、あの、あ、よしさん、はい、分かりました、高鳴選手のために、はい、よしさんにいい情報をお伝えします、はいはい、麻雀ファイトクラブ SP は、はい、ダブル役満があります。じゃあ勝又さん、はい、菅原さんの手見てください、はい、イースーチーピンとサブロッソーツのイーシャンテンであ、でもほら高鳴さん先に3層処理した。勝又さん、ホラはない、もう先に3層処理した、これが国士になったらホラだよ、うん、必ずサブロッソー来ますから、高鳴さん13名になったら必ずサブロッソー来ちゃいますよ、高鳴さんのところに。だってこれ何枚あると思ってます。一発じゃないけど二巡できたね。これはもう風なんです、ね、だからこれ国士進みますよ、これ国士進むんですよ。あ、なんか行きたくなっちゃ う国士進んで最終的に酸素が打ち出されちゃうみたいな、そこまで見える。いやいや、でもホンディ選手もいますから。ドラキューピン、
頑張れバレアンスとか、急走ワンチャンス、パーソーちょっと早い、抜くならチーソーパーソー、スーソーはないのか、チーソーパーソー、いやーリャンソー切りたい。でもリャンソー切った後にね、キューピンまで切る未来を考えなきゃいけないんですよ、はいはいはい、いやいった、いった、うわーどっちも何これ、まあ、よくない、なんかよくないもの見てる。あ、いいシャンテ、リャンピン勝負、リャンソーいった人はもうリャンピンかキューピン勝負ですね。いや、いい、いい、いった、ドラいった、ドラいった、ドラいったぞ、ホンディこれ以上やらない、さあ、テンパッター、サブロピンだ、現物ダマかな、ダマかな、いや、あ、リチいった、勝負だ、三山、2枚、2枚、2枚、サブロピン2枚、サブロスオが、サブロス5、4だ、4だ、いや、3、3、3、3、3対3、3対3、3対3、3対3は風があるならばですね、ローピンだ、高め、雷来るか、雷来なかったけど裏を乗りました、乗りましたね、はい、リーチ、ピンフ、イーペーコー、ドライチ、7700の上がりはホンディ、一矢報いたというか、これで全然また分かんないですね、本当にもう分かんない、え、だってほら、もう1万1000、1万戦200差ってことは4戦オールで逆転で、逆転、あっさりと、あっさりと逆転、さあ高鳴選手ラストチャンスの親番、さすがにこの親を残したらね、はい、まだとは言えないんで、言えないですね、はい、さあ高鳴意地を見せろ、今まで貢いだその展望をまとめて返してもらおうじゃないか、手の中にはチュンがあんこ、赤ウソが1枚、その赤ウソはドラです、まずこれリーチ、ツモ、チュン、ドラ、ドラ、裏とかやりたいですね、うん、まあもう全然3個もいきましょう、はい、結局つけちゃいましょう、つけちゃいましょう、つけちゃいましょう、来るんですよ、来るんです、マージャンは、はい、来ます来ます、まだ来るよ、さあ高鳴る、なのでね、はい、3人マージャンのコツとして、ええ、もうね、ほらそんな都合いいつも来ないでしょって言って、うん、手を狭くするんじゃなくて、はい、勝負とこではね、バッと広げて、もういろんなつもの受け入れ増やしておいた方がいいですよね、それはちょっと無理だよっていうところが、無理が通るんですね、来たりするんですよ、はい、さあ来ましたよ、両面待ちに変わります、なんかねちょっと手悪いなとか思ってたら、はい、例えばこのドラがウーソーの曲に、うん、赤ウーソー赤ウーソーとか弾いてくることありますから、はい、さあ菅原がいいシャンテンですよ、9万リアンピンのと関数層、菅原選手としてはね一旦ここで8000点上がると、はい、ホンディ選手がオーラスに6000オール積もってもね、うん、もう1曲になるんですよ、なるほど、なのでそのあたりをね、そしたら菅原選手は2局で1回仕留めればいいっていう感じになりますから、はい、そういう戦い方したいですよね、これ次はリャンピンポンとか三層ポンあるかもしれないな、ありますね、はい、あでも三層打ちましたよ、ドラは打たない方向だ、あ本当だ、ドラ打った、あごめんなさい、三層打った、はい、本当だ、9万狙いってことですか、いやどうですかね、初を絞りたいが一番やんな気がします、初を絞りたい、うん、なるほど、きた赤ウソ3面ちゃん、サブローピンパーピン、あるいはペンチーピンもあるのか、どっちだ考えている、いやいやサブローピンパーピンでしょ、これはリーチかダマかを考えてんじゃないですか、リーチじゃないですか、うん、リーチですね、さあホンディが行く、石川出身のホンディが行く、これは行けないぞ、もう高鳴選手はもう行くしかないよ、よかったね3ピン、あこれ3ピンまだ危ないのか、危なくない危なくない、だってスーピン切りでウッパーピンとねサブロスそうですよ、現状リャンピン引かないですか、もう行くしかない、もうリャンピンなくなってる、チーソー行くしかない、行くしかない、チューンはダメ、スーピンだ、3ピンもう出ない、3ピンもう出ない、3ピンもう出ない、パーピンは入る、いやどっち、急走振り点だからもうチーソーパーソーしかないですね、前進よりない、もう退路はないぞ、高鳴る何をあれだけ菅原に振り込んで、ホンディには振り込みたくないじゃないんだよ、いけ、いやチーピンローピン考えちゃってる、筋と、うん、あ、行った、行った、いやー頼む、行った、来た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 、ウッパーピン、パーピン、パーピン2山、ウーピン3位2山、3ピンが1、3ピンが 1, 1だから3対4、3対4菅原選手が降りだね、初打って、あチーソも取ってる、パーピン、パーピン、高鳴るの裏、高鳴るの熱い気持ちはここまでか、4000オールの上がりはホンディ、
リーチ、ツモ、ドラ、赤、裏。さあ、また逆転して1800点差。さあ、入ってない。さあ、ここまでの、ね、はい、はい、さあ、ここまでの白熱した戦い。何度も何度も逆転、そして高鳴の宝珠、はい、涙のね、厳しすぎる。高鳴さんは厳しかった。こんなに盛り上がった試合はね、ちょっとなかなか見られないですね。そうですね。さあ、選手の点数条件計算の時間です。さあ、軽く振り返ってみたいんですけれども、やはりどうでしょうか、注目は。まあ、やっぱりまずは勝間さん、ホンディ対菅原の、そうですね、ラスト1曲ですよね。はい、これも多分ラスト1曲ですよね、どうやっても、そう、どっちが上がっても勝ちで終わりですもんね。一応、あ、そうか、ホンディさんが逆転したから、うん、はい、もう確実にね、確実にこの1曲です、ね、はい、さあ、それでは勝利条件の方、もう出ましたか。はい、はい、じゃあこちらご説明していきます。菅原選手、菅原広江選手、高鳴選手から2000点のローン、そしてホンディ選手からの1000点のローン、ツモだと700点オールのツモになります。そして高鳴選手は現状条件がないという、表示だと条件がないというような感じですけど、おそらく僕の暗算だと4倍役満のツモは足りると思うんですよね。4倍役満、なトリプルの、4つ重複、12万8000点の6万4000オール足りると思うんで、まあ、例えば、はい、スーアン高短期がダブル役満ですよね。スーアン高短期はダブル役満なので、通位相対三元スーアン高短期みたいなのを積もった場合だけっていう、変わりますね、変わります、4倍役満の積も変わります、はい、ちょっと確認していただいてですね、はい、はい、で、菅原さんいくつでしたっけ。菅原広江選手の条件ですか、はい、最後はホンディ選手の、条件ですね、はい、菅原広江選手から1500点のローン、 そして高鳴選手から1500点のローン、ツモですと800点オールのツモになります。まあ、上がればですよね、はい、まあ、上がホンディ選手が上がれば、はい、いいですね、はい、はい、で、ということになります。流局でホンディ選手が、流局してホンディ選手が脳天で菅原選手が天敗の場合は、うんうん、高鳴選手の天敗の点にかかわらず、はい、逆転ですね。なるほど、はい、ってことはホンディ選手は降りることは許されないと言ってもいいですかね。まあ、流局した時にね、はい、菅原さんが脳天だったらいいけどいいけどってことですね、はい、はいはい、上がり連チャンのルールですからね、流局したら終わりということになりますね。はい、はい、条件の確認が終わりました。それでは間もなくオーラスです。オーラスの開始です。さあ参りましょう。第3試合オーラス勝又さん、はい、これだけ熱い、これだけ大きな点数が移動した第3試合、はい、いや、はい、最後のポイントがこの差です。まずは、やっぱ菅原ですか。はい、菅原もこれはドライチ、まあ、簡単に言うと、はい、2000点条件と、うん、でドライチありますから上がれば勝ちですね、まあ、上がれば OK です。ただ地位はできない。そしてホンディどうですか。目を覆うほど悪い。きつすぎる。きついっすね。さあ、ウーソー来てここ初シンプルに行く。ハク重なった。でも国士がいる。ハクはでもまだ1枚ある。いい3点出す側が。いや、菅原選手難しいですよ。これペン3品にね、はい、全てを託していいのか。単野もあるってことですもんね、これ例えば。まだ。まあ、例えばね、E ピン打っとく。これはこれはパースを打つ一手ですね。あ、いい3点ですね。で、これポン点取れてペン3品。はい。ハクはね、これ今、ホンディ統一なんですけど、高鳴にありますので、このハクがなかなか出ない。出ない、そうですね。そして3ピンが山に今2枚。いや、でも菅原選手の受け入れもね、そんなに簡単じゃないですよ、これ。はい。ああ、これ3ピンが先に出た。さあ、どうなるのか。3ピンがあと2枚。あと2枚です。はい。さあ、でもね、ホンディ選手もね、形になってきてますよね。さあ、これはホンディ。ここはちょっと慎重になってますね。もちろんここで上がれば勝ちですからね。さあ、菅原いいシャンテン。そしてホンディ、失礼しました。高鳴ですが、4倍役満のツモか5倍役満のローン上がりが可能、はい、ということですね。
数位相大数シースワンコ短期とかっていうことですね。ですね、はい、ん、もうペーがね、あー、チャーがね、ね、何もねないんですよね。おーっとちゃんと候補できた。さあこれはね、両走切りが一番手広いです。の手間許されない対局。いやでもね、これね、菅原選手もドキドキですよ、こんなに手が動かないと。はい、しかしこれを手を狭めることは許されない。もう出たらポンテンでしょうね。ポンテンでしょうね、うん、ポンテンでしょうね。あ、三走、これ吸収された。うわ、チーピン切りが手広いですが、どうします。ポンにかけるなら9ピンやウーピンもある。いやでもターピンがね、2枚切れてるからね、9ピン切れてる。テンパった、ペン3ピン、2山。さあでもね、ここはね、高鳴選手がね、もう勝負を見守ろうと。そうです、守備に行ったんでね。となるとあとはホンディの手がどう動いてくるか。はい、ハクが1枚ありますよ、ハクが1枚ありますよ。3ピンは2枚だ、3ピンは2枚だ。いやどうなる、どっち。すでにテンパイは菅原。いやしかもね、これあーテンパった、リーチある。いやーダマかない。いやリーチもある、リーチありますよね。ああ上がれないんで、あるある、これウーピン切ってリーチある。いやいや、パーピン握れですよ。パーピン握れか、ローピンドラ関係ないですけどね。もう9ピン切り玉もある。僕のはいが座ってたら9ピン切り玉を選びそう。なるほど。うわーどうする、ホンディどうする。テンパイは取ると思いますね。はい、脳天でね、流局してしまった場合は逆転リーチだ。リーチ、これウーピン切るじゃないかな。勝負かけた、ローピンリーチだ。これローピンは難しい、もう難しいですよ。さあ、ローピン山さん、はい、3ピンが山に2枚、2対3。さあ菅原の選択、まずは、いや泣きたくなるような選択。いやでもペン3ピンに全てをかけるか、両ピン短期とかにかける手もある。わー、ペン3ピンですね。3対2、とにかくこれで天敗能天で勝つことはなくなりましたからね。はい、これいいピン切ってリーチするんじゃないか。いやでもチーピン取ってるか、チーピン取ってるか。さあどっち、3対2、ローピンだ。最後はホンディ、この大激戦を制したのはホンディのつもがり、リーチつもドラ赤裏6000オール。いやーとんでもない第3試合でした。いや決めましたね、ホンディ選手。最後ね、両冠の選択を見事正解させて、いやお見事。いや確かにね、見た目は2枚見えてましたけど、はい、そんな簡単な選択ではないですよ。そうですよね。いやー素晴らしい積も上がり、石川県出身、100万石の原石、その力最後10万点オーバー得と見せてくれました。お見事、これで次のステージに進出です。さあそれでは戦いを終えた選手のお話を伺ってまいりましょう。早川プロお願いします。はい、それではインタビューをしてまいりたいと思います。はい、はい、それではインタビューをしてまいりたいと思います。菅原博之選手、お疲れ様でした。ねえ、何度も何度も最逆転最逆転ってなったところ、最後の最後ホンディ選手にまくられての敗退となりました。率直なお気持ちお願いいたします。そうですね、すごいすごい悔しいですね。いや最後テンパったんですけどね負けましたね、セリーで。ちょっと赤ウピンで補充したのとかが響いたかなとも思うんですけど、まあ、中心の手もドラドラの光景のいいシャンテンだったので勝負に行った結果なので、まあ結構離されてしまったとこからここまで盛り返せて、見てる方は面白くなったんじゃないかなと思います。悔しいです。はい、非常に白熱した戦いでした。最後の最後まで惜しい戦いでした。じゃあこれで敗退ということになります。最後に一言お願いいたします。はい、今大会に出場できてとても嬉しく思っていたので、敗退という結果がまだちょっと受け止めきれないぐらい悔しいんですが、第3回大会以降も、はい、出場できるようにこれからも頑張ってまいりますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ続きまして、こちらの方にお話をお伺いしていきたいと思います。高鳴選手です。高鳴選手、お疲れ様でした。はい、じゃあまず率直なお気持ちをお聞かせください。まず
モザイクかけてもらっていいですか。あの全くちょっとやることあっちあの失敗が多かったんですね。でちょっとやっぱり下手すぎてちょっといろいろ失敗しまして、あのまず焼き鳥ですし、ちょっとあのまた一からやり直したいと思う、やり直したいです。あの選択が毎回毎回こう菅原弘恵選手にこうね選ばれてしまうような範囲がこう出ていってしまう、あの名本チートイの選択ですとか、あれもギリギリまで悩まれてらっしゃいましたもんね。あれちょっと失敗しましたね。普通にちょっと、いや急走短期で良かったですね。はい、まあ、いろいろそうなって最初のトーン1であの振り込んでしまって、そっからちょっともうグダグダになってしまいましたね。はい、いやでもあのすごい盛り上がってました、実況解説席では。はい、あのもし見る機会があったらぜひ見ていただきたいなと思います。はい、で敗退となってしまいました。最後に一言だけお願いいたします。あの応援してくださったあの皆様、あの不甲斐ない結果で申し訳ございませんです。まああの次もしあればあの出場できる機会がありましたらまた、はい、頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。最後はこちらの方です。1位で通過、勝ち上がりを決めましたホンディ選手にお話を伺ってまいりたいと思います。まずはホンディ選手おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では勝ち上がりを決めました、お気持ちをお願いいたします。そうですね、序盤ちょっとプロに、連続で上がられてしまったんで、ちょっとどうなるかなと思って、道中もね結構引き離したかなとか思ったんですけど、菅原プロやっぱ旦那やっぱうまいんで、やっぱ再度逆転されてしまったんですけど、まあ頑張って粘って勝てたんでよかったです。何度も何度も逆転、そして逆転という展開で本当にハラハラさせていただきましたけれども、最後はね最後自分で上がりきっての見事勝ち上がりということで、はい、明日の意気込みなども最後お願いいたします。そうですね、明日も、頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。ステージからは以上となります。はい、選手の皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは改めまして第3試合の対局、振り返ってまいりましょう。さあ第3試合はトンの3局一本場をご覧いただいております。これは親が、はい、ホンディ選手ですね。はい、はい、もう覚えてますよ鮮明に。はい、まあ、まずはね、この段階でね、はい、あんな結末になるとは全く思いもしなかったですね。誰があの結末を思い描いたでしょうかと、はい、高鳴選手がドラのローピンがね、はい、あんこになってキラキラ光ってました、うん、はい、そしてローソーが3枚になったのがホンディ。で菅原選手もね、はい、3ピンもあんこになって2つ目のあんこができ、数あんこ、ね、全員数あんこ見えるみたいな手でしたからね、はい、そして9万があんこになるホンディ。ちょっとね、はい、E 万と9万って、うん、あの第2試合の時にもお話ししましたけど、はい、おたかぜよりも価値が低いんですよ、なるほど、統一になりにくいから、はい、だからちょっと難しい手かなと思ったら、みるみるうちにね、うん、育ちましたね、さらに数ピンも重ねてくる、はい、そして菅原は数層引いていい形のイシャンテになりましたよ ね、 そうですね。しかもねパーピン引けば3アンコ、はい、チーピン引けばイーペーコっていう感じで、はい、すごくねチャンスの手配ですよね。そうですね、ホンディの重なったウーピンはすでに場に2枚切られています。両ピンはつもぎるんですが、高鳴るの手も育ってますよね。いやーこれねやっぱこんだけキラキラ光ってると、はい、もう相手にドラが少ないわけだから、うん、もうね強気でいけいけって感じの男ですから、はい、そしてイーマンを積もって積もり数アンコ天杯のホンディ、これ少し考えて闇手になりましたね。はい、3アンコトイトイ赤赤で、はい、ロンでも1万8000、積もれば2万4000オールですから、はい、まあ、ここはね闇手が自然ですよね。なるほど、そしてこの町のスーピンが山に2枚残っている上に菅原と、高鳴はどちらも捨てる状況、ここの何つもここ面白かったですね。しかもねここでファインプレーあったんですよ、はい、高鳴選手3層から打つんですけど、そうでした、現物のパーソンを打っておくと、はい、
普通じゃないですか。普通でね、イースー層引いたらリャンソーキーローっていうのが普通なんですけど、3層から切ったことで、はい、菅原選手がチーピンとかパーピン引いてテンパっても、うん、報酬を避けれてるんですよね。うまくにあの先に打てましたよね、うん、3層が。だから菅原選手にパーソが通ってるっていうので判断を切り替えたんだと思います。はい、スモリスワンコのホンディイーシャンテンの菅原と高鳴る、このスーピンは止めようがなかった。これはね、リーチもありませんしね。ダマテンじゃ無理、リーチですら切ってしまいそうなスーピンですから、はい、その通りだと思いますね、うん。ここはホンディの闇天が菅原を打ち抜きます。トイトイさんアンコ赤の18000点。ただね、あの勝間さん、はい、この18000で結局決まらなかったんですよね。まあ、この後ね、はい、まだ何度も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 ありましたけど、さらに何度も何度も何度もありましたね、はい、けどやっぱりここがね、はい、大きな、ね、直撃になりましたよね。そうですね、はい。ということで見事、勝ち上がりを決めたのはホンディ選手でした。はい、それではここで勝者予想キャンペーンの結果を見ていきたいと思います。こちらの勝者予想キャンペーンの結果ですが、チャンス1からは、第1試合は1番の高宮真理選手、そして第2試合からは6番のシリフィン選手、そして第3試合からは8番のホンディ選手が勝ち上がりということになりました。当選状況はなんと 4%、 4% の方々が当選されたということで、おめでとうございました。勝間さん、さっき何パーセントって言いましたっけ？ね、4% ってことは25人に1人なんで、はい、ちょっと当たってる人が多いなって感じですね。あー、なるほど。27人に1人で、はい、ちょうど確率通り平均値って感じなんで、さすが視聴者の方は見る目があったということですかね。そうですね、はいはい。ただね、はい、まだチャンス2がこの後ありますからね。この後チャンス2、チャンス3、明日にはチャンス4、チャンス5、我々チャンス1どちらも外してしまいましたので、はい、次こそは。しかも、うん、はい、準決勝決勝のチャンスは、うん、総額が増えてますからね。お、なるほど、うん、はい、当たった時の、ね、はい、楽しみも増えてますから。なるほどですね、はい、はい。ということで、的中された皆さんおめでとうございました。残念ながら予想が外れた皆さん、まだまだチャンスはありますので、第4試合から第6試合のチャンス2、第7試合から第9試合のチャンス3の予想も受け付け中ですので、どうぞふるってご参加ください。コナミ